第18弾。今回は、奥様が墓場まで持っていく黒い過去スレを紹介。レス番号1には、こんな書き込みが。人に言えない黒い過去。奥様にもあるでしょ。人には絶対に言えない、墓場まで持っていくつもり。だけど誰かに言ってみたい。言ってすっきりしましょう。煽り、説教禁止。嵐は、しっかりスルーしましょう。2015年11月8日、21時23分、レス番号905、騎士。私自身の黒い過去ってわけじゃないんだけど、墓場まで一応持っていくつもりな話。石が自損事故で急死して1年ほど経って、住んでたマンションを引っ越すことになった時に、兄と騎士の父親から頼まれて姉の荷物の片付けをした。義士には母親や姉妹がいなかったので、女性的な荷物というか、衣類とか化粧品とかを任せたいって。義士とは普通に仲が良かったので、軽い気持ちで引き受けた。そしたら下着が入った引き出しの奥の方に、パッと見、下着にも見えるようなフリフリのひらひらのレースのポーチがあった。中にはヒミングが入っていた。なんかやばいと思って、他の部屋の片付けしていた兄たちに見つからないように持って帰って、そのまま処分した。兄夫婦は兄原因の不妊で子供がいない。それは病院で検査したとかで、うちの両親の前で兄自身がカミングアウトしたこと。だったらこれは誰が使うの？でももしかしたら、実は義士原因の不妊だったのを兄がかばってたのかな？と思ったけど、だとしても兄は子供を欲しがっていたのでこれを使う理由がない。それになんと言っても、どう見ても隠してあった。夫婦で使うのなら、あんな風に置いておかないと思うし。となると、どうしても嫌な想像しかできなかった。でも、義士はもう亡くなっているし、兄は何も知らずにまだ義士のことを愛してる風。周りの人たちも、あんなに仲の良い夫婦だったのに、できた嫁さんだった。と口口に評価するのに、いやいや、実はこんなのがありましてねえとは言えない。結果、このことは墓場まで持っていくことにした。まあ実際のところどうだったのか、本当のことはわからないし、義士はこれが必要なぐらい子宝に恵まれることに願かけて隠し持っていたと思うことにしている。墓場まで持ってく、義理姉の黒いかもしれない過去だね。それは言えないわね。普通、ヒミングって隠しておかない？義士の希望で選択こなしだけど、義士から見ての義実家対策として、兄が不妊ってことにしてたんじゃないのかな？そうだったらいいけど、二人が子供欲しがってたのは間違いないんだよ。2015年11月8日、22時44分、レス番号909、女子中学生。ツイッターの趣味垢で繋がった女子中学生 A 子が、恋愛話も趣味垢でつぶやいてた。相手は学校の先生、妻子持ち。LINE でやり取りしたスクショもアップしてたが、内容はアウト。当時新婚だったこともあり、浮気する奴が憎くて仕方がなかった。なので、A 子のつぶやきを徹底的に調べた。一つで個人特定できる情報はなかったけど、小さい情報の積み重ねで地域を特定。その地域に通う中学生のつぶやきも調べて、A 子の中学を特定した。そこからさらに A 子の本垢も発見。と、同時に趣味垢で A 子に不倫はダメなこと、妻子のためにも冷静になれと伝えた。その時は理解してくれた風だったが、あくまで風だった。その後も先生との LINE をアップしたりと結局変わらなかった。なので、同校の保護者が見そうな掲示板に一保護者のふりをして、A 子の趣味垢を晒した。結果、A 子と同クラスのこのツイッターで、そのことが話題に。A 子は趣味垢でクラスメイトをバカにするようなつぶやきもしていたので、さらにうちわで炎上。A 子の本垢と趣味垢はメンヘラそのものになった。最終的に A 子は退学。先生は懲戒免職&離婚。情報が繋がった時の快感と、自分が目論んだ通りにことが運んでいくのが楽しかった。ただ残念だったのは、A 子と先生の様子を直に目にできなかったこと。その子にとったら、今は感謝してるかもしれない事案じゃないかな。中坊と不倫する先生なんて、頭おかしいしさ。離れられてよかったんだよ。いい話。メンヘラに追い込んでそれはないわ。先生が悪い、以上。悪いのはその通りなんだけど、面識も何もない他人にそこまでやれるのはどこか危険だわ。2015年11月9日、20時13分、レス番号918、二度の結婚。同じ人と二度結婚してるんだけど、一回目が黒。旦那に、愛してる。って言われて、気持ち悪い、と純粋に思ってしまった。30過ぎたいおっさんが色気づいて無理だった。なんでこんな男と結婚したのかわからなくなって離婚。相手はごねてごねてストーカーされて、大学生や20代ぐらいの若い娘さんなんて星の数だけいるし、言い寄られてるのに鹿としてこっちにずっと来てて気持ち悪かった。本当に無理だったんだけど、出戻りで特に資格もない私は、将来の不安を抱いてまた結婚した。多分旦那は自分の熱意が通じたと思ってるけど、そんなことありません。
ずっとセックスレスだし、資産家のお母様の財産目当てで、養子に入らせてもらってます。さっさと足して生命保険金になってください。一回目が黒って、今白いと思ってるんだろうか。2015年11月10日、18時21分、レス番号924、問題児。さっき、無免許14歳が事故を起こして現行犯逮捕ってニュース見て思い出した。自分も14の時に、同じ14歳が運転する車で普通にゲーセンとかに出かけてたことを、他人を巻き込まなくてよかった。周りに某大学の原茶を盗んで無免で乗り捨てるとか、ATM を重機で壊してなど、そんなドキュンに囲まれて、ヤンキーじゃなくてもヤンキーだと思われるくらい、学年全体がほぼ染まってたから当時は何とも思ってなかった。なぜならそれが日常だから。自分たちの代は未だにワースト1位の問題児集団として語り継がれているよう。出身はどちらで？東京じゃないのに東京〇〇っていうレジャー施設がある県です。2015年11月10日、19時11分、レス番号927、財布。別スレで財布の話が出てて思い出したんだけど、高校生の頃、拾った財布を猫ばばした。ライブハウスで拾って、中身だけ抜いてぽい。2万くらい入ってた。数年後、自分が財布を落とした。いつも貧乏で数千円なのに、その日に限って服を買おうとして2万入ってた。財布も戻ってこなかった。カードの再発行やらなんやら実に大変で、当時自分が拾った財布の主に申し訳なくなった。因果応報ってあるのね。旦那はそういうの潔癖だから、絶対に話せないや。あら、黒いわ。時効だけど話しちゃダメなところも良いわね。2015年11月11日、深夜1時11分、レス番号929、メンヘラ。旦那と出会うまで、メンヘラクソビッチだったこと。7年くらいずっと一人の男とくっついたり別れたり、その間にもちょいちょい別の男と関係したり。昔は自分の思うようにいかないとすぐリスカしたりやんだふりしてた。このままずっとこうやって結婚もせず生きていくんだろうなぁと思ってたのに、ある日、旦那と出会ってあれよあれよの間に付き合うことになって、あんだけ切れなかった元彼とも切れて、トントン拍子に結婚、出産してなんだかんだまともに幸せになってる。旦那には最初に、元彼と別れた時からずっと彼氏いなかったって言ってるとこが黒かな？リスカで神経傷つけて指が動かなくなるってよく聞くわ。代償でかいよね。自分の母親がリスカで指の感覚がなくなってる。もともと動かなかったけど、リハビリで動くようにはなった。2015年11月11日、17時20分、レス番号936、祖母。大学2年から結婚するまでの十数年間、毎年祖母からまとまった現金をもらっていたこと。税金がかからない一般贈与内の金額で、祖母が金庫から出した札だったし、亡くなる3年以上前に辞めたので、足はつかない。毒親っぽくて姉にお金や気力を注いでた両親や姉はこのことを知らない。先日祖母が亡くなったが、母の手元に残されたのはわずかな年金とお葬式代と書かれた現金入り封筒だった。祖母の宝飾品や着物は換金率が低いし、祖母宅の地下は二束三文な上に家は築半世紀のボロや。母は、当てが外れた。姉は、ババアは金持ってなかったわ。とかなり不満だった。片見分けで私も小汚いフルセンス一本を投げ与えられた。某著名南画家の江戸さんがありますが、わざわざ言うほどの品でもないから黙ってる。あなた真っ白よ多分。おばあ様もあなたにあげたかったんだからそれでいいんだよ。亡くなる3年前までに贈与されたのは相続税かかるんだったよね。私も真っ白だと思う。おばあ様計画的だもの。2015年11月12日、14時19分、レス番号939、お隣さん。お隣に住んでいた女性が娘さんに虐待されていたこと。娘さんは小さい時から、女の子でしょ、お姉ちゃんでしょ、などと言われて、様々な我慢を強いられていた。見かねた私も含む近隣住民が、ご両親を注意しても聞く耳持たず、娘さんはいつも辛そうな顔をしていた。年老いたお母様が、女だろ、我慢しろ、老人だろ、耐えろ、などと言われて真夜中の野外に放り出されているのを見て、どうしてだか胸がすっきりした。卑屈な顔をしてうつむいているお母様の姿は、小さい時の娘さんそのものだった。今、娘さんは母の介護を最後まで成し遂げた立派な女性として称えられている。なんか墓場まで持ってく黒い過去とはちょっと違うような気がする。自分のことですらないな。もうすれ違いばっかり。虐待を知っていながら知らんぷりしていたのだから、自分のことだし黒いと言えるのでは？私は興味深く読んだよ。2015年11月13日、深夜1時44分、レス番号944、男友達。たった一回だけど、男友達と寝たこと。当時互いに独身。
旦那にもあっちの嫁にも秘密のまま、家族ぐるみの友人関係が長らく続いてる。私にとっては過去、あっちにとってはわからん。気の迷いとはいえ、全く異性と見てなかったのに寝てしまった事実は、墓場に持ってくしかない。男友達に三人目が生まれたから、なんかあの頃を思い出して吐き出し、すれ違ったらごめん。2015年11月13日、12時48分、レス番号945、シュランの夫。若い頃、おじの空手道場で雇われ師範をしてた。お見合いで出会った夫は、結婚後に老変し、シュランの本性を見せてきた。私が素人に手を出せないのをいいことに、やりたい放題された。市販の収入だけじゃ食べられないからコンビニでアルバイトもしてたけど、俺の収入で食ってるくせに、と何度もなじられた。ある時、酔って包丁で刺されそうになったから、堪忍袋の緒が切れた。一回わざと切りつけられてから、一発入れた。救急車と警察を自分で呼んだ。夫は肋骨骨折、私は鎖骨を10針縫った。裁判になったけど、正当防衛で無罪。むしろ夫の方に殺人未遂がついた。当然道場をクビになったけど、それを機に上京して会社勤めを始めた。もともと簿記持ってたから、職場の制度をたくさん使って税理士になった。今の夫はその辺のことはあまり知らなくて、暴力旦那の被害に遭ったかわいそうな女だと思ってくれてる。空手云々は知られてない。全然黒くないよ。もっとめたくそにボコって欲しかったくらいだ。素人に手を出せないからと分かって DV とか最低すぎる。逆らえない立場にしか威張れないんだろうな。前科ついてざまあ。修羅場すれでもいいくらいだ。幸せを祈ります。いいな、自分の方が強いのって。むしろ正当防衛なのに道場首の方が納得できなくて義憤に駆られるわ。ありがとう。そういうもんだから仕方ないよ。段持ちの拳イコール狂気って考え方だしね。と言いつつ、内心は起訴すんなやと思ってはいた。不起訴処分にならなかったのは、覚悟してたとはいえ内心修羅場だったかも。女の子が身を守るための武道を習うのも良し悪しだね。一応弁解程度に言っておくと、普通に護身程度に習っていたくらいの女の子であれば、同じ状況になっても不起訴になると思います。男性でも、その辺にいる程度であれば、武道を習っていたくらいで即有責になることはありませんし。ですので、女の子が身を守るために武道を習うことは悪くないです。私の場合、雇われ道場表かつセミプロみたいな身分だったので、ここまでの事態になりました。身分を鑑みて処分されたという感じですかね。業界側も、状況はわかる。と同情的でしたけど、警察沙汰になった人間を置いておくわけにはいかず、波紋扱いにされた感じです。激しくグッジョブ。幸せになってください。そういうの仕方ないかもしれんが残念だね。でも、素人になったら殴り放題。でも、結局過去にセミプロなら、また起訴されちゃうのか。たとえ波紋になろうが一般人より戦闘能力が高い時点でむやみに手を出したら過剰防衛通り越してただの障害でしょ。つまり格闘技なんか習ったところで損にしかならないってことは学んだ。世紀末になったら役に立ちそうだし、護衛会社の面接で優位になりそう。2015年11月16日、20時10分、レス番号964、幼馴染み、吐き出し、幼馴染みを見捨てた。近所に住んでいた幼馴染みがいた。幼馴染みは何もかも私より上で、私は幼馴染みの子分、引き立て役だった。高校の時、下校中にナンパされた。ちょっと年上で悪そうな人たち。カラオケに行こう。と誘われ、幼馴染みはついて行こうとした。私は本当に怖くて、逃げるように帰った。幼馴染みは残った。ナンパしてきた人たちも、目当ては可愛い幼馴染みで、私はどうでもよかったんだと思う。翌日、幼馴染みは、カラオケが楽しかった、おごりだった、アドレス交換した。と嬉しそうだった。今思うと、大人の付き合いっぽいことをしてのぼせていたんだと思う。それをきっかけに、幼馴染みはずるずると素行が悪くなっていった。学校にもだんだん来なくなっていった。幼馴染みがいない学校生活は、別にどうってことなかった。それまで、幼馴染みがいないと私は一人ぼっちで困るんだと思っていた。けど、そんなことなかった。幼馴染みがいない方が楽なんだと気がついてしまった。そして、幼馴染みは駆け落ちして姿を消した。幼馴染みの両親が泣きながら家に来て、心当たりがないかと聞かれた。何も聞いていなかったので、そのように答えた。聞こうとも関わろうともしてなかったので、本当に何も知らなかった。それから10年以上も経った。幼馴染みの失踪から数年で幼馴染みの両親は引っ越した。近所にひそひそ噂をされることが辛かったのかもしれない。うちの母親にまで話を聞こうとする人がいたぐらいだから。ある日、自宅の郵便ポストを覗くと、私宛の封書が入っていた。宛名を見た途端に、それが幼馴染みの格子だとわかった。
封筒はダイレクトメールの封筒を再利用したものだった。中身も便箋ではなく、雑にちぎったメモ帳か何かだった。書いてあった文は、幼馴染みの両親の安否と連絡先を尋ねるものだった。幼馴染みの現在の連絡先も書いてあった。字は走り書きのような乱雑さで、誤字をさっと線で消して書き直した後もあった。どう見ても、幼馴染みが幸せで元気であるようには見えなかった。その手紙をそのまま捨てた。幼馴染みの両親に連絡を取ろうと思えばできたと思う。うちの母親と幼馴染みの母親は年賀状のやり取りをしていたから。幼馴染みからの手紙はそれっきりで二度目はなかった。時々今でも夢に見る。もしかしたら、あの時たまたま幼馴染みが困っていただけで、今は普通に生活してるかもしれない。でも、どうしてもそう思えない。多分あの時、私は幼馴染みの命綱を切ったんだと思う。黒いは、奥様。読んでて暗い気持ちになったわ。これは確かにリアル知人には言えんわ。直接投函したんかな？極つまで悪い彼氏に騙されて田舎の温泉街の売春宿に売り飛ばされて、気の幹のまま逃げてきたこの第一声が、お願い、ご飯食べさせて。だったの思い出したわ。切手は貼ってあった。普段見ないような金額と柄で、嫌な感じがしたから覚えている。その時に戻って、悩んでやっぱり捨てる夢を見る。逆に娘を助けようとした親御さんが面倒に巻き込まれていたかもしれないしね。尼崎や北九州の事件のように。黒いかな。自分に火の粉が降りかかりそうな時に逃げるのって。私もやっぱり同じことしたと思うよ。2015年11月18日。深夜0時1分。レス番号979。養父。私の黒い過去は、養父が、本当は結婚させられるはずの相手だったこと。親に養父の家に売られた。養父は、今さら家にも戻れないだろう。うちも早朝は切実に人手が足りない。まさか15歳の女の子に俺の年って手を出したりしないし、昼間は高校に行かせるから働いて手伝ってくれ。と言われた。当時養父40過ぎ。養父は本当に養じじいと養ババアを説得し、しかも夕食後はすぐ夫婦の部屋に私は行っていい約束にしてくれた。養父と同じ部屋に寝ていたけど、一度も手は出されていないし、着替えの時も養父の方から出て行ってくれたし、高校も行かせてくれた。簿記の資格も高卒1年目でなんとか取って、養父の家業を本格的に手伝った。養父はその時期も同じ部屋だけど、手を出したりしないでいてくれて、馬爪と騒ぐ養じじいと養ババアからも守ってくれた。21歳の時、養ババアが死んだ。その時、養父から養子縁組を頼まれた。実は養父は色盲で、子供に遺伝させるのが不憫で子作りはしたくなくて、でもこの家業は誰かに継いでほしいから、と。養子縁組をして、その頃にはもう寝室も別で、本当に親子のような関係だった。26で旦那と知り合って婿養子に来てもらって、子供も生まれて子供はもうすぐ私が養父と出会った年を超える。旦那には実養親の虐待を見かねて養父が引き取ってくれたことにしてある。これはむしろ養父の希望。養父は今は入院しているけど、孫が待ってるんだよ。絶対治ってね。16の子供に馬爪って、ババアが毒だっただけで、養父もその父親もちゃんとした人だったんだね。親孝行だね、婿取りって孫もなんて。養父の回復を祈るよ。ごめん、ジジイも毒だったね。2015年11月18日。深夜3時11分。レス番号982。過干渉な母。やたら姉の干渉が激しかった母。門限や小遣いなど、姉は様々な面で厳しい束縛を受けていた。娯楽も色々と禁じられていた。姉の人間関係を把握しないと気が済まなかった母は、友人の名前と電話番号をリストアップすることを姉に命じていた。時には姉の携帯やメモ帳を覗いていた。怒鳴る、叩くといった軽い虐待もあった。高校卒業後、姉は逃げるように実家を脱出。絶対に親に教えないことを条件に、私にだけ住所を教えてくれて、たびたび会った。姉は保証人のいらないアパートを借りて、バイトで生活し始めた。極貧と実家にいた時の束縛による精神的な病で苦労したようだが、バイト先の正社員の男性と交際。同棲の末に無事結婚したらしいが、姉が結婚して以降は私が自ら姉との接触の頻度を抑えるようになったから、詳しいことは知らない。父が癌でモルヒネ漬けになった時に、唯一姉の連絡先を知る私は姉に何も伝えなかった。姉の連絡先を知らないか。って母に聞かれても、知らない。って答えた。姉にはもう実家のことを思い出してほしくなかった。今、家には母と私だけが暮らしている。私ももう少ししたら出ていく予定だから、いずれ家には母だけになる。は？既婚女性じゃないの？最後の最後にすれち。いたちか。あ、ごめん。夫とはもう籍を入れてあるんだ。やっと住居のめどが立って、今まではお互いの実家で暮らしてたんだ。ややこしくて申し訳ない。
そっか、結婚&脱出予定おめでとう。2015年11月18日、9時43分、レス番号989、失踪した子供、高3人産んだけど、上の成人済みの2人が債務を残して失踪したこと。2015年11月19日、深夜4時57分、レス番号990、恋愛経験。恋愛経験を水増ししてること。過去に3人彼氏がいたことになってて、友人には、1人目、大学でできた彼氏、処女はこいつに捧げた。2人目、大学時代、飲み屋でバイトしてた時できた彼氏。しつこく体の関係を迫ってきたため別れた。3人目、卒業後、資格取得のための予備校であった。ということになってる。実際は、1人目、ネット恋愛でできた彼氏、あったのは数えるほど。無論、体の関係もなし。2人目、ケバでのバイト帰りに知り合ったが、付き合ってはない。やたら家呼ばれたり、車に連れ込まれそうにはなった。多分関助。3人目、予備校ではなく婚活サイトで知り合った。こんな感じで、処女はオナニーにハマってた大学時代に玩具で失ってた。ケバでのバイトも秘密にしてる。大学が実家から遠かったのと、写真を撮る習慣がなかったこと、ケバでも大して稼げず金遣いも変わらなかったから、友人も家族もうまく騙せた。外泊がなかったのも、最初の彼以降体の関係がないことになってるから。旦那はあえて過去の男性については聞いてこない。稀にそんな話題になった時も、旦那より良い人はいない、ひどい男だったから思い出したくないで通してる。旦那意外と体の関係がないから、もっと遊んでおけばとこっそり後悔してるのも、多分墓まで持っていく。道具なんて脳幹だから気にしなくておけ。同じこと思った。道具カウントするならタンポンもカウントされちゃうのかしらと。出血あったんじゃないかな？自分も子供の頃やっちゃって、初めての時、出血なかったし、黒歴史っぽい方向で墓場まで持ってこう。2015年11月19日、11時29分、レス番号996。初体験。梅がてら。私も初体験を脳幹にしてほしい。小学3年くらいから、いとこたちに性的いたずらをされていた。夏休みとか冬休みに祖母宅へ遊びに行った時だけだったけど、1週間くらい泊まってた毎夜が嫌だった。祖母もまさかそんなことされてるとは思ってなかっただろうし、同じ部屋にいとこ5人くらいで寝かされてた。布団に入るとズボンを脱がされて触られたりしてた。さすがに小学校卒業すると、祖母宅での泊まりはなくなった。でも、自宅で兄にいたずらされるようになった。触るだけじゃ我慢できなくなったのか、全裸にされて入れられた。すっぽく痛くて抵抗したけど、やっぱり男の力にはかなわず、それ以上に、普段から気に入らないと暴力を受けてたから、それも怖かったんだと思う。でも、私の取り乱しようが怖かったのか、それ一度きりであとは何もなかったかのように普通に暮らすようになった。暴力はたまにあったけど、性的なことは落ち着いたからちょっとほっとした。ちなみに中1の時の話。高校の時、友達と初体験の話とかになった時、濁した感じにしてたらちょっと距離を置かれるようになった。それが嫌で、レイプされたんだなんて話したら、兄が相手とは言ってないけど、すっごい同情されるか聞かれた。それからは当たり障りなく、高校の時彼氏とねえとか嘘をつくようになった。もうそんな話題になる年齢じゃないけど、当時初体験の話が出るたびに思い出して嫌になってた。今の旦那にももちろん嘘をついてる。兄とは今は普通にやり取りできている。と言っても、盆正月くらいしか顔を合わせないけど、墓場まで持っていこうと思ってるけど、ひとまずここで吐き出せてよかった。脳幹にしたれ、脳幹だよそんなの。とりあえずあなたの兄を八つ咲きにしてやりたいわ。暴行は許しがたい行為と再認識。旦那があなたの初めての人だ。自すれ書きです。奥様が墓場まで持っていく黒い過去、パート3。